ストリームビルのエントランスストリームビルストリームビルは埼玉県埼玉市浦和区の浦和駅東口にある再開発複合施設ビルであるメインテナントとして浦和パルコが入居し7から10階は図書館やコミュニティセンターなどの公共施設が入居している公共施設部分の愛称はコムナーレ埼玉市市の再開発事業である浦和駅東口駅前地区 第2種市街地再開発事業に伴い建設された。約2.8ヘクタールの再開発事業では2015年までに東口駅前広場、ロータリーと東口駅前市民広場が整備された。建設費は約593億円。並行して行われた浦和駅高架化事業の予算は約453億円であり、1000億円以上の 費用をかけて県と市の玄関口として整備が行われた。また JR 東日本は液商業施設として浦和アトレの建設を行った。さらに今後は西口に埼玉市民会館浦和の移転先となる超高層ビルを建設する再開発を行う。ビル内には地下1階から7階まで各テナントとして浦和パルコが出展し埼玉市立中央図書館や 浦和コミュニティセンターなどの公共施設も入居している。シネマコンプレックスとして、ユナイテッドシネマ浦和が営業し、食品スーパーとして、大丸フードマーケットが2017年7月31日まで営業し、その後継テナントとして、ヤオコ浦和パルコ店が2017年11月22日に開店した。商業施設のパルコ部分のビルの名称は、 埼玉浦和パス1953ビルとなっている。ビル名の8953は現在の所有者である日本リペールファンドの東京証券取引所銘柄コードに由来する。コムナーレ10階及び9階にあり400席の多目的ホールのほか2つのレクリエーションルーム15の研修室6の音楽室 IT 研修室を完備する通称は 裏込み。岸町にあった浦和岩町コミュニティセンターを移転して設置した。岸町コミュニティセンターの建物は併設されていた私立岩町公民館が引き続き使用している。コムナーレ9階にある。略称はサポセン。非営利で公益的な市民の自主的な活動を応援するための施設として以下6つの機能を持つ施設。市民活動の入り口の機能、活動拠点。 事務所の機能、交流、ネットワークの機能、情報収集、提供の機能、相談、コンサルティングの機能、学習の機能。2019年9月2日にセカンドライフ支援センターを開設した。コムナーレ9階にある。埼玉観光国際協会が運営している市の国際化推進の活動拠点。市民活動サポートセンター。ありがとうございます。